シリアは超古代から続く強国だったが、いつの頃からかミタンニに服属するようになった。あのアッシリアがかい。ミタンニという国は、それほどまでに強力だったようだ。小国の乱立状態となっていた古代オリエント世界だが、紀元前16世紀頃にはいくつかの巨大な国家に集約されていた。アナトリアのヒッタイト、エジプトの新王国、南メソポタミアのカッシート、そして北メソポタミアのミタンニ。詳しくは、カッシートの滅亡、を見てね。ミタンニは唯一、これらの国のすべてと国境線を持つ国だ。言い換えれば紀元前16世紀以降の古代オリエントにおいて、中心的な役割を担っていたと言える。今回は突如現れた謎の強国、ミタンニ、について詳しく見ていこう。見ていこう。ミタンニが果たしていつ頃、そしてどのようにメソポタミアに現れたかは分かっていない。ミタンニに対する呼称も各国様々で、アッシリア人やバビロニア人はハニガルバド、と呼び。エジプト人はナハリン、アッシリア人はフリ人の国、と呼んでいた。ここまでバラバラになるものかね。現在ネーデルラントのことをイギリスではダッチと呼び、日本ではオランダと呼ぶようなものさ。言語が違えば国の名前も違う、か。アッシリア人の呼び名の通り、ミタンニはフリ人が建てた国のようだ。フリ人とな。かなり昔からメソポタミアにいた民族で、少なくとも紀元前2500年頃にはすでにメソポタミアにいたようだな。ちなみに学校の教科書だとフルリ人になっているから要注意だぜ。要注意だぜ。この民族は英語だとフリアンズとなっていて、フリ人の方が近いけど、この動画では教科書に合わせていこうフルリ人という表記にするぜ。するぜ。フルリ人はギリシア人のように離散傾向が強かったようで、メソポタミアの各地に住んでいたようだな。この民族は以前はインドヨーロッパ語族に含まれるとされていたが、現在ではどちらかというとその説は否定されがちで、現在の北東コーカサス語に近いと言われている。コーカサス、コーカサス。なのでコーカサス地方から南下してきた民族だったのかもしれない。フルリ人は紀元前2000年頃からフルリ語を表記するために、アッカド語とくさび型文字を使用していた。なのでそれが話し言葉とどれだけ異なるのかなど、分かっていないことが非常に多い。アッカド語もくさび型文字も、本当に多くの民族が利用していたんだね。中華文化圏における漢字、近代におけるフランス語、現代世界における英語のような存在だな。フルリ人は、どうやらアッカド帝国の崩壊とともに、独立した国家を立ち上げたらしい。詳しくは、アッカド帝国の滅亡、を見てね。フルリ人はシリア北東部が勢力圏だったようで、テル、ハラフやテル、ブラクなどの遺跡がかつてのフルリ人の中心都市であったと見られている。都市国家だったのかい？それぞれの都市が独立していたのか、それとも連合していたのか、はたまた統一国家だったのか、そのあたりのことは残念ながらわかっていない。ミタンニとは別に、ヤムハド王国と呼ばれる国もあったようで、この国はアナトリアに勢力を持つヒッタイトによって滅ぼされたようだ。ヒッタイトは強いね、とても強いね。鉄器を初めて戦闘用に実用化した民族らしいからな。動画中心の世界に鉄が投入されたわけか。ヒッタイトはヤムハド王国を滅ぼした後、バビロニア帝国をも滅ぼした。詳しくは、バビロニア帝国の滅亡、を見てね。その後ヒッタイトはアナトリアに引き返したわけだが、ミタンニはこの頃に建国されたという説が有力だ。伝承によれば、ケレトという王がフルリ人をまとめ上げてミタンニを建国したという。しかしケルタの碑文は見つかっておらず、2021年現在では伝説的存在にとどまる。王様はあはあ。ミタンニはシリア北東部からメソポタミア北部の広大な領域を支配し、アッシリア人をはじめ多くの民族を従えていた。いわゆる複合多民族国家だったようで、世界史的には帝国に分類されるであろう。フルリ人が多数の民族を服属させていた形かい？現在ではそのように考えられているな。ミタンニについてはわからないことが多く、ヌジ文書と呼ばれる遺物や他国の記述からその実態を推測するしかない。ヌジ文書とは何かね。
メソポタミア北東部にある遺跡から出土された文書で、ミタンニ時代のものであるとされる。また、シリア北部の遺跡からもアララハ文書と呼ばれる遺物が発見され、ミタンニを知る手がかりとなっているんだ。文書が残されているんだね。それらの文書からわかることとして、ミタンニはかなり厳格な階級社会を形成していたようで、最上位層が戦士、次いで市民、さらに貧民、先民、そして奴隷となっていたようだな。最上位が神官ではないんだね。メソポタミアではかなり珍しいことだと言えるな。戦士が最上位層だったことからもわかるように、ミタンニはかなり軍国的な国家だったようだ。あのアッシリアを服属させるぐらいだしね。フルリ人はもともと戦闘民族としてメソポタミアでは恐れられていたようで、シュメール人国家であるウル第三王朝が、繰り返し遠征を行っている記録がある。詳しくは、シュメール文明の滅亡、を見てね。ミタンニの首都はワシカンニという名前だったらしいが、この都市の遺跡も未だに発見されていないんだ。シリア北部にあるテル、エル、アハリアという遺跡がそうではないかという説があるが、未だ確証を得てはいない。100年後ぐらいには、今の常識が全て覆っているかもね。歴史とはそういうものだ。ワシカンニは現在のシリア、トルコ、イラクにまたがる都市だったと考えられていて、文明の交差点であった可能性が高い。両国同士の中間点でもあるしね。そのような事情があったためか、ミタンニは支配領域の全てを直接支配してはいなかったようだ。どういうことだい？各地域には王がいて、ミタンニはその上に立つ存在であったようだな。この点だけ見ると中華帝国に近いが、各地の王は各部族の王であった点が中華帝国の封建制と決定的に異なる。一族で固めなかったんだ。各地域の統治は各地域に任せていたようだな。なので、中華帝国ではなく、かつてドイツにあった神聖ローマ帝国に近いのではないかと思う。緩やかな統治体制を持った帝国か。建国者であるケルタ王が死ぬと、その息子であるシュッターナが新たにミタンニの君主となったようだ。そしてこの人物に関しては、ケルタ王の息子であるということ以外何もわかっていない。でも、ミタンニは世襲制の国だったことはわかるね。次の王はパルシャタタールという名で、この人物はミタンニの勢力圏を広げていったようだ。ちなみにミタンニの王の正確な発音はわからず、必ずしも正確でないことはあらかじめ謝っておくぜ。許さん、私は絶対に許さんぞ。ミタンニの王に関しては、エジプト側の記録を参照する必要があって、この王はどうやらエジプト第18王朝のファラオ、トトメス一世と同時代を生きたようだ。エジプトの新王国とミタンニが同時代か。次の王はシャウシタタールといい、この時代にミタンニはアッシリアの首都であるアッシュルを陥落させ、服属させたようだ。この人物はその後シリア北部を平定し、シリア南部からパレスチナの地にも侵攻しようとしたようだ。ミタンニの征服王だね。しかしすでにエジプト新王国もシリアに進出していた。ぶつかるかい？両国はぶつかるのかい？その前にシャウシタタールが死んでしまったようだ。その後を継いだアルタタマは、一気に二面戦争を強いられた。二面？南からはエジプト、北からはヒッタイトが攻め込んできたんだ。そこでアルタタマは、エジプトのファラオであるアメンホテプ2世に同盟を持ちかける。しかしその回答を得られないまま、アメンホテプ2世は崩御し、エジプトではトトメス4世が即位した。この時期の往来には時間がかかっただろうからね。理由はわからないが、アメンホテプ2世はミタンニからの申し出を何年も保留にしていたようだな。ファラオが変わると、アルタタマの娘とトトメス4世の結婚の話が持ち上がった。良い話じゃないか。しかしどういうわけかアルタタマはこの話を断ってしまう。なんでだろう。エジプト側は何度も結婚を申し込み、7度目にしてようやくこの結婚は決まったようだ。そういう儀礼だったのかな。エジプトとミタンニは長年敵対していたようだからな。これより少し前の時代には、両国の間でメギドの戦いと言われる戦いが起こったという話もある。やっぱり激突していたのかい？このメギドの戦いがいつ起こったかは、よくわかっていないんだ。
紀元前1457年であるとする説もあれば、紀元前1482年、あるいは1479年とする説など、定説を見ないと言っても良い。随分開きがあるね。エジプト側はトトメス3世の時代だったらしいが、ミタンニ側の王が誰だったかわかっていない。トトメス3世は計17度にも及ぶ遠征を行ったようだが、それについてはまたエジプト史で触れよう。とりあえず両国の仲はとても悪かったんだね。それがアルタタマとトトメス4世の時代に一気に融和的な関係になったわけだ。オリエント世界においては外交革命に匹敵するほどのインパクトがあっただろうな。詳しくは外交革命を見てね。アルタタマが死ぬと息子が即位し、シュッタルナミ世となったようだ。この人物のことはオリエント史において特に重要なアマルナ文書に記載がある。シュッタルナミ世の娘であるギリシパはエジプトのファラオとなったアメンホテプ3世に嫁ぎ、エジプト新王国とミタンニの関係は非常に強固なものとなった。エジプトはミタンニ以外の国との婚姻外交を断ったんだよね。エジプトから見ればミタンニがヒッタイトやカッシートの侵攻を阻止すれば国土は侵されずに済むからな。シュッタルナミ世の時代にヒッタイトが侵攻してきたが、ミタンニはこれを見事に撃退している。ヒッタイトやアッシリアに勝つなんて、ミタンニってよっぽど強かったんだね。ミタンニの強さの秘密は、複合級とチャリオットにあったと言われているな。なんだねそれは、兵器かね。単一の材料だけで作られたのが単級なのに対し、複数の材料で作られた弓を複合級という。他に合成級やコンポジット棒という呼び方もされるな。強いのかい？とても強いのかい？モンゴル帝国の強さの秘密が複合級にあったという指摘もあるほどだ。一般的に単級よりも複合級の方が飛距離が出るといい、中には600メートルほどの飛距離のものもあるという。そんなに飛ぶんだ。ミタンニ製の弓がどれぐらい飛んだかはわからないが、他国を圧倒できるぐらいの飛距離があったのかもな。もう一つのチャリオットというのは、馬車の上から弓を射る仕組みのことで、日本語では戦車とも訳されるな。チャリオット自体は少なくとも紀元前2500年頃にはメソポタミアで使われていたようだが、ミタンニ特製の複合級と合わさると恐ろしい兵器になったようだ。機動力が高い上に射程距離も長いのか。ミタンニ以前はどうやらチャリオットはロバが引くことが多かったようだが、ミタンニは馬の調教に長けていたようで、馬が引くチャリオットを使っていたようだ。機動力が段違いだったんだね。なお、後にミタンニの持つ馬の調教技術をヒッタイトは学び、皮肉にもそれがミタンニ滅亡につながってしまう。その話はもう少し後ですることにしよう。自らが生み出した技術で滅ぶのか。次のプシュラッタ王の時代にも、エジプトとの関係が最重要視された。プシュラッタの娘であるタブ、ヘパは、エジプトのファラオであるアメンホテプ4世の妻であると考えられており、両国の間にはかなり強固な同盟関係が存在したようだ。無敵ですね。しかし一方でアナトリアのヒッタイトとは激しく抗争したようだな。ヒッタイトの王シュッピルリウマがシリア北部に侵攻してきたものの、プシュラッタによって撃退されている。ミタンニ、強い、ミタンニ、強い。しかしこの敗北がシュッピルリウマを、そしてヒッタイトを強くした。ヒッタイトはシリアにあった小国と次々に同盟を結び、ついには南メソポタミアの大国カッシートとの同盟にも成功したのだった。挟み撃ちになるやん。勢いに乗るヒッタイトは、ミタンニの重要拠点イシュワを攻略し、そのままミタンニの首都アシカンニに向かって進撃を開始した。その後の詳細は分かっていないが、ミタンニは敗北し、ブシュラッタは首都から逃げ出したようだ。ミタンニ。ブシュラッタはその後、息子に殺されたと言われているな。その後誰がミタンニの王になったかはよく分かっていない。次の王はアルタタマニ世という人物だったようだが、この人物については何も分かっていない。ブシュラッタの性的だったとも、また兄弟だったとも伝わっている。傀儡会。ヒッタイトの傀儡会。二つ説があって、一つはアルタタマニ世がブシュラッタを追放して王位を簒奪したとする説。
この説ではヒッタイトはまだワシカンニを陥落させていなかったことになる。その後アルタタマニ世はヒッタイトと条約を結び、その後その地位は息子のシュッタルナ三世に引き継がれた。もう一つの説は、ヒッタイトはワシカンニを陥落させた後にアルタタマニ世を大いに据えて条約を結んだ。この説だとアルタタマニ世はヒッタイトの傀儡のようにも見える。どちらかというと現在では前者が有力で、シュッタルナ三世から大岩プシュラッタの弟であるシャッケ技に引き継がれ、このシャッケ技がヒッタイトに降伏を申し出たという流れらしい。ミタンニはヒッタイトに服属したのかい？ミタンニの最後については定かではない。ヒッタイトへの服属は紀元前1340年のこととされるが、ミタンニの滅亡は紀元前1260年のこととされる。結構開きがあるね。帝国としてのミタンニは紀元前1340年に滅んだ。しかし王国としてのミタンニは、その後も存続したということらしい。ミタンニは急速に求心力をなくし、この間にアッシリアはミタンニから独立したようだな。そして紀元前1260年には、王国としてのミタンニも滅んでしまったということか。どうやら最後はアッシリアとの戦争で滅んだようだな。ミタンニ王国最後の王、シャップアラニ世と、アッシリアの王シャルマネセルの間で戦争が起こり、アッシリアが勝利したらしい。ヒッタイトは馬の飼育法や戦術などをミタンニから吸収して強くなった。そのヒッタイトによって壊滅させられ、最後は従属下にあったアッシリアによって滅ぼされる。なんというか、哀愁を感じるね。アッシリアはこの後力をつけ続け、ついには広大なオリエントの統一という大事業を成し遂げることに成功するのだが、そのことはまた別の機会に語ろう。それまでチャンネル登録して待っててくれよな。チャンネル登録していってね。